はい、久しぶりにアトピーのことについて、短くお伝えをしたいと思います。最近ちょっと私の周りで何人かのアトピーで、悩んでいて、相談を受けたりとか、どういうふうに改善していったらいいだろうかとかいう質問もいろいろ受けてて、それに対してもいろいろアドバイスをしたりとか聞いたりとかしてるんですけれども、やっぱりこれだけは本当にみんなに分かってほしいのが、薬だけでは治らないというか、抑えられもしないんですよ、正直言って。抑えられるというか、コントロールは難しいです。正直言って根本の解決ではないから、あくまでも、燃えてる火を弱めたりとかすることはある程度できるのかもしれないですけれども、それこそ鎮火させようとするとか、全く痒くないように持っていくっていうのは、長期にわたってと考えたら、飲み薬であろうが飲み薬であろうが、私の経験上ほぼ不可能でした。結局あくまでも蓋してるだけなので、蓋を取ったら、抑えてた分がまた出てくるという、バックラッシュのような状態というか、バックドラフトのような状態になってしまうのが私の経験上だったので、とにかく私のアトピーの症状を劇的に変えてくれたのは、長期間にわたるとこう生活習慣の見直し、食のクオリティを変えるの、自分の精神状態のコントロールをする、きちんとした睡眠をとるっていうことがもう三大要素でした。玄米食に変えて、油物を、極端な時にはもう油物は一切取ってませんでした。揚げ物、コロッケとかね、カツ丼とかも好きだったし、天丼とかも大好きだったし、そういうのを全て食べないようにしましたし、そのパッケージの後ろを見て、砂糖とか、加糖ブドウ糖とか、なんかそういうのが書いてあったりとかするものに関しては一切食べないっていう食生活を徹底したら、より効果が早く出ます。あと、まあそうですね、できるだけ魚中心にして、肉もそんなに取らないようにしましたし、でもし大豆アレルギーでないんだったら、大豆とか、豆腐、納豆などからタンパク質を取ることもできるでしょうし、そこら辺がもしアレルギーであれば、お魚を中心にタンパク質を取っていってあげたらいいと思いますが、タンパク質は皮膚の元になる、髪の毛とかもそうなんです。髪の毛とか爪とかもそうなんですけれども、すごく大切な栄養素なので、それは欠かさずに取るように。どうしてもかき崩してしまって、またその皮膚を再生させなければいけないんで、タンパク質が足りてないとそれだけ再生が遅くなってしまうので、きちんとしたタンパク質をの量を取るようにすることと、お野菜をきちんと取って便秘をしないようにするということですね。毒素が体の中に溜まってしまうと、それがいろいろな不調を結局引き起こしてしまうので、乳製品がいける人であれば、ヨーグルトとか食べるのも腸の活性化に効くので、それでなかったら、もしビフィズス菌のとかの、サプリメントを飲んだりとかするのもいいと思います。あと、そうですね、メディテーションをすること
も私にとってはすごく効果がありました。やっぱりあのストレスでイライラすることによってかゆみが私の場合にはすごく強くなってしまったの であの書くという行為はね、なんていうんですかね、書くと快感物質が出てくるんですよ。なんていう名前の快感物質だったか、多分ここら辺に書きます、調べて書きますけれども、それが出るのですごく強い快感にを覚えるんです。で結局ストレスが溜まって書くことによって快感物質が出るのでこう一時的に気持ちが落ち着く。でも結局書いてしまったことによるこう罪悪感みたいなのが出てくるので、まあ、もう繰り返しですよね。一時的に気分が良くなって書き崩したことによる、うつ状態が襲ってきて、それをまたそれがストレスになることでまた書くかゆみが出てしまうみたいな感じのことになったので、あのやっぱりストレスはいろいろな不調を起こします。胃もおかしくなるし、結局消化器官がおかしくなると体に毒素が溜まりやすくなる。で結局その毒素が、皮膚に出てしまうっていうことが、まあ、アレルギーの一つの、まあ、そのアトピーの一つの要素なので、食生活を変えること、そしてメディテーションをするというか自分の気持ちを落ち着かせること、ストレスをできるだけ軽減する方法を探すことで、あと、よく寝てほしい。ちゃんと寝ないと、ちゃんとした時間にちゃんと寝ないと成長ホルモンが出てくれないので、成長ホルモンは、体のその再生機能を促進してくれるので、まあ、あの美容という意味でももちろん睡眠はすごく大切なんですけれども、睡眠不足になるとそれもイライラの元になってしまうので、ね、あの書いて痒くて寝れないっていうことがあって、本当に大変だと思います。私も慢性的な寝不足、そう寝てるんですよ、寝てるんですけれども痒いんで脳は起きてるんでしょうね。だからゆっくりこう熟睡できてないというような状態で、本当に慢性的な睡眠不足に、悩んでいました。そのアトピーと並行して、なので、そうですね、その時にはやっぱりなんかその寝れるような痒みを夜の間だけでも抑えてくれるような薬も飲み薬も、うまく使って、常用するのではなく、どうしてもかゆみのひどい時とかにだけ使うとか、いろいろなくそのお医者さんと相談しながら使うことができると思うので、しっかりとした食生活をしてストレスをためないようにしていって行けば、少しずつしっかりと改善していってくれるので、そしたら、よりかゆみが少なくなってぐっすり寝れるようにもなると思います。であと、肌の保湿は、私がもう本当に何をやっても無理だった時には、まあ、前に別な、ビデオでも言ったと思いますが、精製水を顔にかけて、でその上から、バー油を、その精製水で顔が濡れてる状態のままバー油を少量ね、米粒じゃないな、もうちょっとだな、真珠5分ぐらいとかを手のひらでこう伸ばして、
こするんじゃなくてプレスする感じで、ね、こうやって包み込んでプレスする感じでつけてあげてました。あの肌が落ち着くまで、その傷口が開いてる状態の時に何をつけてもあの染みるし痒みの原因になるので、一番それが私にとっては優しい、保湿で、特に痒みを助長することもなく染みることもなく使えたと思います。あの場合は本当に、昔からね、やけどとかの治療にも使われてたぐらいの、でも敏感療法というかそういうのに使われてたぐらいのものなので、非常に肌に優しいです。あの大量につけるとそれはそれでまたダメなので、自分でちょっと調整しながら、はじめ少量からつけてってもらって、多分ちょうどいいこう量があると思うので、それをうまく使っていただけたらなと思います。私の、ね、今悩みを受けている子で、海外に行きたいって言ってる子がいまして、で何年か前にも海外行こうと思ったんだけど、その時にアトピーがひどくて行けなかった。その子はちょっと良くなったり悪くなったりを繰り返してるみたいなんですけれども、早く治せば治すほど毒素が体にそんなに蓄積されてない状態の時に食生活を変えて自分の体から、悪いものを追い出して、ちゃんとした免疫システムをが働くように綺麗な状態に整えてあげれば早く結果が出ますし、でも30代でも40代でも徹底してやれば必ず成果が出てくるので、あの諦めずに、そして食生活が何よりも大事だということを本当に肝に銘じてください。でもうお酒タバコはもってのほかです。とにかくお酒タバコは絶対ダメで、あと油物も避けてください。で白いお砂糖も避けてください。どうしても甘いものが食べたかったら純度の高い黒糖とか蜂蜜とかそういうのを少量いただくように。で味覚が正常に、今味覚が多分こういろんな人工甘味料であるとか、強い刺激に慣れているから、強い塩気のものである、強い甘さのものであるとかを欲してると思いますが、素朴なものに変えていくとはっきり味覚がもっと敏感になってくるので、そういうこう優しい甘さのものでも十分足りるようになります。でその子にも伝えたんですけれども、今の自分に未来の自分を邪魔させないでほしい。今の自分がちゃんと、食生活を見直し、自分の状態を直す努力をしなかったら、結局未来の自分がやりたいことを阻害することになってしまいます。でもそれこそ3年後5年後10年後の自分が感謝する行動を今起こすためには、自分を甘やかさずにしっかりと強い気持ちを持って治そうと意志を固めて、その治すための食生活、その生活全般の改善をしてほしいと思います。はい、今年最後の、ビデオになると思いますが、本
ことに皆さんにお伝えしたく、2019年からきちっと自分の体質、自分の病気と向き合って、それを必ず改善していけるので、しっかりと、栄養のことであったりとか食生活のことであったりとかをリサーチしてもらって、改善するようにしてもらって、で、まあ、あのお薬との付き合い方とかも上手に相談しながら、乱用せずにそこだけに頼ることなく、脱ステロイド、脱、お薬を目指して頑張っていきましょう。私ができたんです。皆さんもできます。必ず辛い状態から脱しましょう。何か、そうですね、ご質問等があればコメントいつでも待ってます。インスタグラムもやってますので、まあ、そこで、もう絡んでいただければなと思います。まあ、そこはあまりアスピーのことに関しては載せてないんですけど、はい、以上、また気がついた時には何か私のことに関してとか自分の思いであるとかをアップしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。見ていただいてありがとうございます。